どうも、ともよです。このチャンネルは栃木県にあるカメラ屋さん、佐藤カメラで働くアソシエイトたちがそれぞれの目線でお送りしています。ともよです。神戸に来ました。すごいね。わ、海だ。海、海、海ですね。栃木県民の周辺でテンション上がる。海だ。海見えた。海結構見えなくね、別に。おお、あ、全然いいじゃん、全然いいじゃん。全然いいですよ。水滴おとなしく取っとこう。カエルがいたら言ってくださいね。カエルがいたら逃げますんで。なになに、中も楽しめるの。あー、50ミリだから。どうでしたか、ハーブ園。お土産は香りです。ノリピンとこ行ってきます。ノリピー、ノリピー、扇風機ありますか。待ち合わせがさ、買ったんだけど間に合わなかった。あれ、着替え用の T シャツはね、一応あるんか。まだ早いかなと思って。これあれじゃ、動画は点滴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 ってやられますからね、多分ね。早送りで。オムニがチュ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 です。こっちじゃないの。あー。あー。頑張るぞ。さあ引き続き歩きます。セミの鳴き声が夏ですね。もうセミの音かファンの音かですよね、もうね。ミミミミパーマ。今ちょっと湯がいた。来た。長そうですね。ブーケトスまでは長そうですね。出たいね。おしゃれな街並みですね。おしゃれですね。異人館でした。異人館でした。神戸のこの街並みを、街並みが残っているのは当時の人々の残そうという意志の強さで、この街並みがね残っているっていうのをね、こう勉強してきました。続いて参りましょう。すごいよ。登るんですか。登るんですか。それっぽいこと言った。この階段は登れない。さよなら。ここは畳通りの館です。さあ、本当だよね。毛穴がないんだよね、きっとね。ないんだよね。もうないんだよ。汗が目立たない人をクイズ。あーね、ロックンローラーは汗とか気にしちゃダメなんだもん。そうだ。次行くのは生田神社に、おみくじを引きに参りたいと思います。ね、ちょっとお腹が空いてきたね。お腹が空いてきたの。ここが日本で一番美味しいソフトクリーム屋さん。今は糖分は取りたくないかな。ベタベタするね。せめてかき氷ね。そうね、そうね、せめてね。でもかき氷さっき食べたもんね。そうなのよ。すごい、下りしかない。よかったじゃない。いや、膝に来るでしょう。登るよりかはいい、ね。まあそうね、そうね。
いや、なんか神戸感出てきたね、神戸感。今更です、今更です。なんかやっぱね、栃木からするとさ、神戸ってちょっとなんかね、こじゃれたさ、もう地元こじゃれてんじゃん。おしゃれっていうか、こじゃれてるね。なかなか今神戸来てんなーって感じが、ひしひしと。神戸来てんなーかっこいいね。スターバックス。いいね、ここが東門って東門なんであえて東門ローマ字を読んであげて東門ストリートストリートだね、東門ストリートでしょ。キリン正解。どうしたのかむよちゃん、漢字が読めるね。ええ、あの芸人さんのキリンさんが好きだったんで。ああ、でもお嬢さんの方がもっと好きです。かっこいいイケボーの人だね。そうです、そうです。小学校の時深夜ラジオね。ああ、ラジオね、ラジオね、あの MBS ラジオってあの大阪放送なんですけど、あの窓にね、こうアンテナ伸ばしてギリギリ入れて聞いてました。お、何度かこれが別門なんですか。今私はこの子なんか今すごい西日本にいる感じをひしひしと感じて来ましたよ。来ました。もうですね。生田神社です。ね、門が何？あの色がね、木製やね。赤じゃない。お邪魔します。え、な、な、なに、な、何のお参りなの？成就ね、成就。浄化させないと。浄化、恋愛浄化。あ、清めないと、まず。清めたところで、参りましょう。ここはぶった切っていいかな？ぶった切るのはいいかな？お参りが先なんかね、やっぱ。そうですね。そうですね、はい。神様にご挨拶してから。ご挨拶が先ですかね、じゃあご挨拶先。ご挨拶が先ですね。行ってまいります。パンいらなかった。あ、おみくじがあるんでございますね。広いところで、あ、じゃあ、あっちの、あっち、願いましては。真心こそが大切だって言われてますね。ででーん、天秤座、お牛座が良いってことなんですが、天秤座、大戸先生ですね。お、よかったね。既婚者だな。 B 型、大戸先生ですね。いいですか、不規則な生活を改めない限り伸びません、望めませんとのことですので。でも中吉はいいんじゃないの、正吉じゃないから。京都の思い出を引っ張り出さないの。結んでおきましょう。規則な生活を改めないことです。望めません。規則な生活を改めない。
お納めいたします。すごいね。